スタートです。えー、農家と農編集でお送りしてます。ニースユンタク。えー、モニ、辛抱研究チャンネルさんの拝聴ですけど、近藤さん、えー、新たなサブチャンネルを開設して、そこで、えー、まあ、いろいろ兵器のこと、いろいろ世界情勢のことを注目するトピックスをお送りすることで、今回はこの選挙ですね、えー、地域選挙を短くなりましたけど、えー、私もなかなか昨日、えー、他のウォッチングすることができませんでしたですね。まあ、トー TV さん、ネット大衆ブルックカルさん、本当に、えー、ジョーネさんですね、えー、ジョネ カサツハネルのニスのトラガオから、まあそういうトランプの発言。えー、ウクライナ本当に、えーザ、ザルジリン全資料官、新しい、えー、司令官変わりましたけど、えー、今日のサムネは、えー、近藤さんあ、心配してますね。はい、えー、バクムット戦で、えー、撤退判断を誤った、シルる式対将 アウディリーカではどうするということで、えー、セベネドネスクですね。これはルハンスク州かなの州都でしたけど、本当に外人ブタも入れて、本当に激しい市街戦をしましたけど、結局三方からだいぶ砲弾撃たれて、えー、このウクライナ1日200名ぐらいの犠牲を出して撤退してますね。州都セベネドネスク。本当に、えー、頑張りましたけど、その、まあ、ロシアの政治的意味合い、またゼネスキ大統領も政治的意味合いがありましたけど、えー、それも本当に、えーえー 一年目でしたかね。結構激しいですけど、えー、本当に私も動画見ましたけど、外人部隊が、いろいろ、この、ロシアの、と紫外線、えー、取ったり取られたりしましたけど、この、セブンデスクの紫外線。また、バックムットの紫外線ですね。多くの紫外線が、あ、当に、えー、バックムット、本当に、ワグナーのこの、古い個人に率いる、ワグナー部隊が、囚人部隊が、本当に、えー、数で落ちてきましたですね。えー、本当に、えー、ウクライナもその犠牲を払っていますけど、今度、アウディディカですね。アウディ,ディカも本当に、えー、またロシアも数で落ちてきてますね、囚人、えー、 蓋が、下の方ですね。えー、この、うん、迫ってきてますね。えー、なかなか、特に、えー、東側かな、住宅街に侵入してますね。えー、なかなか、またウ、ウクライナも、その、まあ、一つの部隊を、航空工場にした、えー、したい、えー、したいというけど、えー、ドネツ空港の下の方ですね。えー、なかなか、ああ、もう、えー、この、 奥に入った、その、まあそういう、どんどん縮まってきてますので、えー、先の奥の方の部隊が取り殺されるじゃないかということで、撤退するかどうか、また、あなかなか厳しい状態ですね、えー、この、えー、中間かな、中間かな、アウディディ科の中が閉じらそうな危機にやっていますけど、ウクライナ頑張ってほしいですね、えー、そういうことで、この収縮対象、どうか。 セブンネデスクの撤退、また、バックムト撤退、アウデディーカーまあ、撤退しても、戦略的にはあ、えー、重要な、あまりないということで、まあ、政治的には、えー、大変ですけど、そういう流れですね。えー、全シキ大、えー、大統領お、この軍部のおうんトップを全部入れ替えしましたので、えー、頑張ってほしいですね。えー、まだまだ、えー、この、油断できないですね、えー、選挙、ハルキューからあー、クパンスクスマップック これみんな、セベスク、ゼスラルスク、バックモっト、また、下が回りませんけど、アーデデイカ、また、マリンカあたり、また、この、オリヒューですね、また、えー、ルキンキあたり、シュリンキかな、えール、ルンキあたりですね、えー、まだまだこの、クレナに頑張ってほしいですね。中東もまたまた、ラフエですね、本当に、こ、えー、の、国連の、のこの、施設の下に、この、トンネルがあって、この司令部の役割も果たしてじゃないかということで、このラファーですね、最大、またラファーでまた、 ハマスの部隊がまだ残っているということでまだまだ厳しい予断が残されですけど本当に中東もいろいろとまた不安定ですね。アメリカのこのこ えー、米軍基地に対する攻撃も、そのアメリカも反撃しました。また、フーシア、またソマリアあ、イエメン、それもまた、また中東、中お政治不安的になっています。えー、またあ、極東も不安ですね。いろいろと、このお、安全保障、おえー、コントさんも、おえー、サブチャンネルを解決したいと言っていますけど、えー、ウクライナに栄光あれ、え、イスラエルにシャロム、中東に平和ですね。まだまだ引き続き、え、朝の短い時間ですけど、えー、まだまだ、引き続きウォッチングしていきたいと思います。えー、まだまだ、 恥ずかしい内容ですけど、マサートです。マサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、いいねボタンとよろしくお願いします。また一緒に聖書を学びたいというお友達を募集していますのでよろしくお願いします。次回のニュース4択でお会いいたしましょう。マサートでした。一緒にお願いす。パションプレゼン、シャロム、シャロム、シャロム。